はいどうも皆さんこんにちは。今回は岡田内閣と天皇機関説問題についてお話していきます。515事件を境に戦前日本の政党内閣は終了し、挙国一致内閣の時代が始まりました。今回の動画はその中でも2つ目の岡田内閣の頃のお話です。ということで早速この頃の日本の状況を確認していきましょう。岡田圭介は福井藩士の長男として生まれました。生まれた年に明治時代が始まった彼は海軍に入った後に日清日露戦争に従軍、その後海軍の軍事官僚としてエリートコースを進むという、まさに大日本帝国海軍とともに成長してきたような人物です。こうして力をつけた岡田圭介はその穏健な性格と中立的な立場を買われて挙国一致内閣の総理大臣に選ばれたのです。しかし挙国一致内閣というのは悪く言えば寄せ集め内閣です。岡田内閣の構成員には軍部、官僚、政党、貴族院などの各勢力が入っているため様々な対立を抱えており、常に崩壊の危機を伴っていました。特に気を使ったのが政党勢力への対応です。当時の立憲政友会の総裁は鈴木喜三郎、立憲民政党の総裁は若槻礼次郎でしたが、内閣を組織する際に彼らを訪ね、政友会から2名、民政党から1名を内閣に入れたいと相談したところ、若槻礼次郎は協力的でしたが鈴木喜三郎は非協力的でした。なぜならこの時の政友会は衆議院の291議席を保持しており、もしも県政の常道が続いていれば鈴木喜三郎が総理大臣となっていたはずだったからです。そこで政友会から3名、民政党から2名ならどうだと譲歩したのですが、それでも鈴木喜三郎は了承せずに岡田内閣への反発を始めたため、政友会から入閣した3人は政友会を抜けて無所属となりました。つまり岡田内閣は成立当初から問題を抱えた内閣だったのです。さてそのように出だしからグダグダの内閣だったので、軍部はさらに勢いを増していきます。陸軍は満州の支配をさらに強め、海軍は軍艦を建造するための下準備を始めていきます。まずは陸軍、次に海軍の動きを見ていきましょう。満州事変以後の満州では関東軍の力が強まっていました。すると陸軍は政府に対して、政府が満州における権限を持っているだろう、その権限を我々に渡せと主張するようになります。最初は政府も反対していたものの、強引な陸軍に押し切られ、結局満州の権限は関東軍に集約されました。こうして満州は軍の独占的な支配下に入ることになったのです。さらにこの頃になると陸軍は、寄せ集め内閣が政治課題に対応できていない、我々が政治を引っ張っていかなければと考えるようになっており、政府をそっちのけにして政治に介入するようになっています。その象徴的なものが陸軍パンフレットです。そのパンフレットの内容は、当時日本を取り巻いていた状況を陸軍なりに冷静かつ客観的に分析したものだったのですが、経済活動の個人主義を廃して統制を強化する、富の偏在を是正して国民の生活安定を図る、税制を改めて負担の公平を図るといったように、軍部の権限ではないことまで盛り込まれていました。それだけではありません。海軍も勢いを増していき、軍備拡張に向けて動き出します。理由は簡単、ワシントン海軍軍縮条約とロンドン海軍軍縮条約の有効期限が迫ってきていたのです。これらの条約は国ごとに軍艦の保有量の割合を定めている、いわば比率主義の条約です。つまりこの条約のままだと、いつまでたっても日本はイギリスとアメリカを追い越すことができません。ということで海軍は条約更新に際しての交渉で、比率主義を改めて共通の限度を決めてほしいと主張するつもりでした。もちろんそうなるとイギリスとアメリカが反対することが予想できますが、もしそうなればそれを口実に条約を破棄してしまえばいいという考えだったのです。こうして日本はワシントン海軍軍縮条約からの脱退を決定、同様にロンドン海軍軍縮条約も脱退して着々と軍備拡張を進めていきます。これ以降世界は制限のない軍艦建造競争の時代に突入していったのです。このように立憲政友会は政府の足を引っ張ろうとするし、陸軍や海軍は政府の言うことを聞かない、そんな複雑な情勢の中、岡田内閣の政治が安定するわけがありませんでした。そこで東京帝国大学名誉教授で貴族院議員である憲法学者の見延辰吉があることを思いつきます。内閣の外に新しい機関を設けてはどうだろう、
そこに政党の党首や実業界の代表者を集めて重要なことを話し合えばいいと考えたのです。この考えが採用され、新しく話し合いの機関が設置されます。これが内閣審議会です。会長には総理大臣の岡田圭介が、副会長には高橋是清が就任し、様々な人々により重要政策が話し合われていきます。そうなると内閣審議会で審議するための資料を作成したり、議案を準備したりする必要があります。ということで、内閣審議会に関する様々な仕事を請け負う内閣調査会という機関も設けられました。政権強化のために設けられた内閣審議会ですが、こちらはあまり効果がなく後に廃止されますが、内閣調査会の方は存続し、企画局、企画院へと名前を変えて国の計画を立てる機関として活動を継続していきます。こうしてバラバラになっていた勢力が内閣審議会の下で一つになりました。ところがここで問題になるのが立憲政友会の鈴木喜三郎です。彼は憲政の常道に従って政友会が政権を取るべきだという考えを変えておらず、この内閣審議会には参加していませんでした。こうして政友会は反撃を開始、これが天皇機関説問題です。そもそも天皇機関説とは何かを説明します。第一次世界大戦が終わった後、敗北した側のドイツ皇帝が戦争犯罪人として起訴されることが問題となりました。つまり君主が政治的責任を問われることがあるということが分かったのです。そうなると日本としては、天皇陛下が戦争犯罪人になるなんてことは何としても避けなければいけません。ということで、日本は天皇主権国家である。しかし天皇は政治と全く関係ない立場にいる。政治の責任は内閣などの機関が持つという形式を取ることにしました。つまり国家を人の体に例えるなら、立法権を行使する国会、行政権を行使する内閣、司法権を行使する裁判所といったものは手足にあたり、天皇は脳のような存在であるという説明をしたのです。これが天皇機関説です。この学説は先ほども出てきた美濃部辰吉によって提唱されたもので、天皇主権の建前を取りながら天皇が責任を取る必要がないという現実に即した解釈でした。ところが当時の日本では、天皇は神であると考える人は普通にいて、軍人出身の議員が天皇機関説を非難します。国家を人体に例え、天皇をその首脳だとするとはけしからん、不敬であり明らかな謀反であると主張したのです。これに注目したのが先ほどお話しした政友会です。これは内閣打倒に利用できる、岡田内閣が倒れたら立憲政友会に政権が回ってくるだろう、そう考えてこの問題に参戦、軍部と協力して岡田内閣を倒そうとしていきました。こうして美濃部辰吉は攻撃にさらされ、彼の本は発行禁止となります。立憲政友会はこの天皇機関説問題で自分たちに政権を取り戻そうとしたのですが、結局それは逆効果になってしまい、これ以降軍部の力が強まっていきます。こうして天皇機関説を取り除いた陸軍は岡田内閣に迫って天皇機関説を否定する声明を発表させます。天皇は統治権を行使するための機関などではない、日本は天皇中心の国である、そのような声明でした。こうして戦前日本において学問は神話の前に屈したのです。さて、いかがだったでしょうか。政党は政権を取ろうとするあまり天皇機関説を否定して、ついに自らの墓穴を掘りました。日本の立憲政治は政党が自ら葬り去るという皮肉な状況になってしまったのです。こうして日本では天皇が神格化され、政府による思想統制が始まっていくのです。そんな中、日本の政局を大きく動かす事件が起こります。ということで、次の動画では226事件についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。